放射線帯嵐探査機、またはバンアレン帯探査機は、地球を取り囲むバンアレン帯の探査を行う2機の無人探査機である。アメリカ航空宇宙局は、リビング・ウィズ・エースター計画の一環として、バンアレン帯探査機のミッションを行った。放射帯の環境と変動性の理解は、宇宙船の運用、設計、計画や宇宙飛行士の安全にとって重要である。探査機は2012年8月30日に打ち上げられた。NASA のゴダード宇宙飛行センターは、リビング・ウィズ・エースター計画全体を運営し、バンアレン帯探査機は、ソーラーダイナミクス・オブザーバトリーとともに、この計画を構成する。ジョンズ・ホプキンズ大学の応用物理研究所が、バンアレン帯探査機の全体の実施及び、機器の運用を担当する。ミッションは2年間続く予定であるが、4年間は持続可能であると期待されている。探査機は放射帯で発生する粒子を測定できるBARRELと協調しながら運用される。2009年3月16日、ユナイテッド・ローンチ・アライアンスは NASA との間でバンアレン帯探査機をアトラス V401 ロケットで打ち上げる契約を結んだと発表した。NASA は8月23日早朝の打ち上げ4秒前に打ち上げを延期した。8月24日には悪天候のため打ち上げが行えず、ハリケーン・アイザックからロケットと探査機を守るために、打ち上げはさらに延期され、2012年8月30日午前4時5分に打ち上げが行われた。メディアを再生する科学調査の概要版バンアレン帯は、太陽の表面から発生し、太陽系全体を満たすエネルギーや物質によって駆動されるより大きな宇宙天気の一部として、時間とともに膨らんだり縮んだりしている。宇宙天気はオーロラの原因となるが、一方で衛星に悪影響を与え、送電網の故障や GPS の混乱も引き起こす。バンアレン帯探査機は、バンアレン帯の理解を進め、外宇宙の厳しい環境に耐える宇宙船の設計にも役立つ。このミッションでは相対論的電子やイオンがどのように生成し変化することで太陽フレアや太陽風の変化にどのように影響を与えるのかについての科学的な理解に資することを目的とする。ミッションの科学的な目的は以下の通りである。バンアレン帯探査機は1台のアトラス V ロケットで打ち上げられる2機のスピン安定探査機で構成される。2機は他の探査機であれば、機体を守るために運用を一時停止するような厳しい環境の中で運用され、データを収集し続ける必要がある。したがって、機体はこのような継続的な放射線や粒子の衝突に耐えられるように設計されている。時間的、空間的な放射帯の変化を観測するために2機を、総動に運用することが不可欠であるため、各機は以下の機器を搭載する。エナージェティックパーティクル、コンポジション、アンドサーマルプラズマインストルメントスイート、ニューハンプシャー大学のハーラン・スペンスが、ロスアラモス国立研究所、サウスウェスト研究所、エアロスペースコーポレーション、大気学宇宙物理学研究所と協力して製造。エレクトリック&マグネティックフィールドインストルメント。スイート&インテグレーテッドサイエンス、アイオワ大学のクレイグ・クレツィングが製造。エレクトリックフィールド&ウェーブスインストルメント、ミネソタ大学のジョン・ウィガンが、カリフォルニア大学バークレー校、コロラド大学ボルダー校と協力して製造。ラディエーションベルトストームプロブス、イオンコンポジションエクスペリメント、ニュージャージー工科大学のロー・ランゼロッティが、応用物理研究所、ファンダメンタルテクノロジーズと協力して製造。レラティビスティックパーティクルスペクトロメータ、アメリカ国家偵察局から2013年2月、バンアレン帯探査機の収集したデータから、従来は2つだと考えられていたバンアレン帯に3つ目があったことを発見した。この3番目のバンアレン帯は、外側と内側にある2つの放射線帯の中間に、惑星間の衝撃波で一時的に発生するもので、数週間存在していた。2013年7月、バンアレン帯探査機が観測したデータから、これまで光の速さの 99% 以上にまで、粒子を加速させるメカニズムが謎だったが、これは外からの要因ではなく、バンアレン放射線体の中で加速が行われていることを確認した。ありがとうございます。